皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ナ・リーグ・ドジャース・マーリンズ2024年9月19日マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手30が19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に1番 DH で先発出場。9回の第6打席で自身初の3打席連発となる51号を放ち、偉業達成後すぐに51から51。 記録をさらに伸ばした動画、大谷翔平衝撃の3打席連発、6打数6安打10打点に球場騒然、14対3で迎えた9回西一・二塁の第6打席、大量リードを許したマーリンズ側が内野手、ブルハーンを野手登板、させ事実上の白旗宣言をした中で打席に入った。大谷は2ボールからの3球目、浮いたスライダーにうまくバットを合わせると、 打球はピンポン球のように軽々と跳ね上がり、あっという間に右翼席に着弾。3打席連発となる51号で、51から51まで記録を伸ばした。3打席連発を含む6安打で球団新記録10打点の大暴れに敵地ファンももはや歓声では終わらず、パニック状態といえるほど、興奮の渦に包まれた。初回の第1打席は右翼フェンス直撃2塁打を放って出塁すると、 1, 1・2塁から4番スミスへの初球でスタートを切り、3投に成功。間一発で捕手の早球より先に足がベースに到達し、セーフをもぎ取ると、自ら大台到達を拍手。観客もスタンディングオベーションで50投類を称えた。また、記念の3塁ベースは球場スタッフによって取り外され、ベンチ裏へ運ばれた。2回2・1・2塁の第2打席も右前敵地打でリードを拡大。 なおも1・3塁から自打者、ベッツの打席で2投に成功。今季51投塁とし、一郎がマリナーズ時代の2001年に記録した日本選手最多56投塁も視野に入った。3回、西1・3塁で迎えた第3打席は相手2番手、ベネジアーノの直球を捉え、左中間を破る敵時2塁打でに物生還した。 惜しくもタッチアウトとなり、少し悔しそうな表情でベンチへ戻った。6回1・2塁の第4打席はスライダーを完璧に捉え、宇宙間席上段へ豪快な49号ツーラン。これで2001年にショーン・グリーンが記録した球団のシーズン最多本塁打記録に並んだ。さらに、7回2・3塁の第5打席は2打席連発となる50号を放ち。 MLB 史上初の50から50を達成大きな声で吠えながらダイヤモンドを1周すると満面の笑みを見せながらベンチでナインとハイタッチさらにグラウンドに姿を現してスタンドにも頭を下げ挨拶敵地にもかかわらずファンも総立ちで快挙をたたえお祭り騒ぎとなったこれでショーン・グリーンを抜いて球団最多本塁打記録としたどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。